はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、で前回の続きからやっていきましょう。まあもう一つの舞台の方の話になるかな。このメンツか、戦力的にはまあ主人公とバシュロンがいるから、あとはテイルズチームとファイアーエンブレムでロックマンみたいな感じか飛ばしちゃったかつてカムーズの手により黄金の種が使われた時、その力で作られた城です。城一つ作っちまうとはな、なかなかスケールがでかいな。うん、ワルキューレはこの黄金の城で鎧を剥がされながらも頑張っとったわけじゃな。戦う女は美しい。激しい戦いでしたが、そこまでは。黄金の種と関わりがあんならカムーズが寄るだろうとは思ってたけどさ。はい、これは予想していませんでしたね。あれを見てください。時空の門か。ねえ、あれは時空の門。クロムたちの世界にあった異世界に通じる扉だよな。オーク巨樹にあったあの門が再起動したという話、嘘ではなかったようだな。やはり黄金の種の力で活性化したと見て間違いないでしょう。かなり弱いですが、種の魔力を感じます。ここにはもうないようですが、種の残りがってことね。じゃあそれを持ったカムーズはあそこに飛び込んだか。奴の目的は俺たちの故郷イーリス聖王国なのか。あのカムーズは黄金の種にかけられた封印を解きたいんですよね。ということはクロムの故郷に封印とやらを破れる力が存在しているというのか。もしくは封印を解ける術師がいるとか。あ、イーリスには神竜の巫女チキさんがいます。あの居眠り姉さんか。そんなすごい力を持ってたのかよ。カムーズは一度チキさんを見ている。その時あの人の力に気づいていたとしたら、おい、その姉さん危ないんじゃないか。戻ろう、イーリス聖王国へ。時空の門が生きているなら入り込めさえすれば。でもあの高さどうやって入るんだ。何人かを自力で上がれるやつもいるだろうが、全員となると厳しいな。あの位置、方法はあります。ですね、待て、何か来る。なんだこのブリキのロボットみたいなやつ。城の守備隊？しかしただの城跡だったはずでは。やはり黄金の城は生き返っています。それならば時空の門に入れるはずです。さっき言いかけていたな、あの位置まで行く方法があると。はい、そのためには中央の城まで行かなければなりません。うん、ならばまずは邪魔な連中を片付けるとするか。行きましょう、時空の門への道を開きます。遥かなる時の扉。ちょっとメンツを見ないと。どうするかな、どこに誰を入れるかということだけど、もうこのまま入れてこ。マジだるいんだ。ちょっと待って、三四六人だよ。で主人公こうだな。夏があれ持ってんだっけ。全員攻撃アップ。そうするとまあいっか、もうこれで。宝箱的なものはここにあるてか結構広くねえか。ここにも隠れてんな。こんなとこまで行くの。ここにも宝箱。こっちからはいけないよね。味方で飛んでるやつなんていねえから。ってことは右から回っていくのか。ダッシュできるやつはダッシュしていこう。おらん、行くぜ。こいつらとか絶対弱いし。バシュロンはね、移動力あるから、バシュロンをどん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 前に出していこう。前線に出していく。行くぞ。行きます。こっちか。あー、移動力アップねえな。欲しかったな。共に行こう。準備 OK。 5400枚くらいあるのかよ普通に。どんだけ弱えんだ。敵の体勢が崩れた。いただきます。
に着きましょう。水晶や男に、はい、超団体剣、超団長衆、これが全身全霊の技、これで決めるわよ。マーカー超団長衆、超団長衆、5000くらいか。敵の攻撃とそう変わらない。4700。敵の攻撃より弱い。もうこいつらは安定してるからな。絶対倒せる。凍らせる。えい、これが私の最終兵器。当たって。こんにちは。あ、ちょっと残しといて別のやつで倒せばよかったかな。いい感じに減ってたから。昨日よりちょっとは強くなれたみたい。ヒヤヒヤさせてくれるじゃねえ。で動かないと。竜と剣、横から行けば、横から行けねえし。まずブロック外そう。あ、これはあれだった、技術技を使ってしまった。よし、勝って当然。それが剣マスターズさ。今の俺は格闘術の指導、これ絶対攻撃力上がるっしょ。ロックマンはそこそこ強いと思うんだけど、そこそこね。あ、当たるに当たる、全然当たるわ。あ、ロックマンは全然戦力になる。25かで26になって、こいつらだな、全然弱いの。いっとくか、勝負だ。俺たちの番か。めんどくさ。これはもうバシロンを突出させて数を減らしていこう。まだ動かないか。俺だな。こいつは移動力アップできんの？できない。ロックマンはハイパーダッシュなんだろう。正義を見せよう。しかもロックマン使えるからな。もうこいつらはちょっと移動力上げるうんぬんっていうあれじゃないな、弱すぎて。本当はな、主人公のところに移動力アップがあればいいんだけど。ファイアーエンブレム組も結構いけるはずなんで、反撃できねえけど。邪魔だ。きっちりおか切るぜ。そこだ。ここは私が頑張らなきゃ。あっちこっちよ、終わりよ。お料理は得意だから。狙い撃ち、これで完璧。そこだ。3300か。いけそうだな。そうすると、まあ、いけるのこいつらしかいないか、そもそも。うん、こいつらもやっぱ結構当たんな。普通の威力 A で600当たるから。29か、結構高えわ。ロックマンをちょっと鍛えたい感じだな、そうすると。戦力的に。横から行けば。ロックマンはこれか。今が正義を貫く時だ。私たちが力になります。サイバーブルー、キャプテンストーン、これで完成だ。キャプテンクルド、正義を勝つ。おー、残った、しょうがない。なんて耐久力。誰かで倒そう。行くぞ。こいつらは絶対無理。これもう後ろ行こう。必殺技で全体攻撃をかけちゃおう。もうこいつの必殺技見たことあるっけ。ないな、初めて見るな。ファンタジス、こいつでとどめといくか。オーバーヘッド。久々にムカついたぞ。ギャラクシーナックル、こいつらも結構強いっしょ。ガード外しがないただ。明日を紡ぐ力を。聖なる風よ、当たって降り注いで。
これは超弱いな。ロックとかやる意味があるのかっていうくらい。オーケーオーケー。まだまだです。いって始めるよ。龍拳が届くか。届かねえし。これは応戦しなくていいでしょ。これね、レベル上げも重要だからね。めっちゃタコ殴りにされてっけど。まずバシロンを直そう。で、後ろの方から攻撃できるやつを攻撃していこう。5000ってどうなの。あ、こいつらが。よし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 、全然大丈夫だった。真の格闘、その答えを知る暇。ロックマンはこいつでいいでしょう。ライトニングウェーブとホイール、そしてライジングファイヤー、ゼロブロック。全然いける全然いける。素晴らしい動きだった。で、こいつは1400はね、絶対当たる。これはさすがに。21レベルとか。アホアホらしい。こいつらが邪魔になってんだな。こいつは26か。でもちょい低いな。横からぶん投げれば倒せなかったら最悪。皆さん張り切っていきましょう。必殺技を使おう。今援護するよ。超タイミング悪かったな今。お手伝いありがとう。どこを見ている。あー倒した。訓練中どうしても。で、ちょっと回復をさせよう。頑張れ。消しなす。めんどくさ。言っとく。いやー、やっぱ早えな。おーら、ハットトリックだ。おー倒した。克服で。全然移動力に差がついてんな。進路健全。頑張りましょう。ここのステージちょっとな、時間かかりそうだな。このペースでやっていくと。承知。行くで。反撃する。8800、6269、絶対倒せんな。もうこいつに全てを任せよう。運命って克服できる。お、よし、安全を確保。で、なんだこりゃ。次は針の山かよ。針山は危険だ、離れろ。く、なんて恐ろしい場所だ。え、そんなに動く床もあるし、それに乗っていけばいいっしょ。まあこいつら針に当たったら即死だからな、ロックマンは。他にも方法はあります。皆さん集まってください。あ、普通に集まった。これ何、木のスプーン。いや、救命ボート的なものかもしれん。切り離して水面に浮かべるんじゃないか。ボートにしては随分簡素な気がするけど。これあっち側に行くんでしょ、乗ってビヨーンって。あ、これはですね、ボートか。それなら任せろ。たとえアマゾンの秘境でもオール一本あれば。私には透析機のように見えるのですが。ほら。爆発したし。これ絶対向こう行くとダメージ食らうよ。エフェクトからして。瀬形三四郎。で、ですから今から説明をしようと。
早く行ってやれよ。姿、ぶっ飛んでったぞ。最終回みたいな感じになってたけど大丈夫？姿三四郎はヌシラの心に。私、助けに行ってきます。え、ワルキューレさん？ぶつかった。ダメージはないのか？おお、ワルキューレ君、君も熱き魂の持ち主だったか。セガタさん、ご無事でしたか？鍛え方が違う。はっはっは。ワルキューレさん、大丈夫ですか？大丈夫です。セガタさんも無事でした。っていうかさ、声届くんだったらそのまま大丈夫ですかって聞けよ。何人かそっちに行かせる。待っていてくれ。着地が少し難しいかもしれません。お気をつけて。気をつけろと言われても何かコツとかあるんです？フィーリングと言いますか、いい感じに。もっと具体的な方法はないのか？こんなのとりあえず飛んどきゃいいんだよ。え、これこっち舞台とあっち舞台で分かれんの？カレーだ。手慣れたものなり。よし、あと何人かこういうの得意そうなやつ頼んだ。じゃあバシュロンと私も向こうに行きます。よし、ケン、俺たちも行こう。しょうがねえな、あとはわしらが行くぞ。このジャンプ天国、ヌシラだけでは心配じゃからの。お前やりたいだけだろ。まあいい、あとのメンバーは北上してくれ。え、待って、バシュロンが向こう行って主人公も向こう行くってことは、こっちファイアーエンブレム組とテイルズ組か。こちらは動くリフトを飛び移っていく必要があるか。下は針の山やろ。危なさはスプーンで飛んでいくのと変わらんで。俺とゼロは向こうに行く。キャプテン、みんなの先導を頼む。ん？おい、X。そりゃ針山には行きたくないからね、この二人は。行ってしまったか。リフトを飛び移る方が得意だと思っていたが。鉄の体だから落ちても大丈夫そうだし。その油断が命取りになる。俺も向こうに回る。あとは頼むぞ。よくわからんが、まあこれだけ行けば問題なかろう。我らは北上するのみ。あ、勝手に向こう渡るんだ。なんとか渡りきれたか。修行を思い出し道行きなり。セガタさんを助けに行った皆さんはうまく着地できたのでしょうか。まあそりゃ敵出るよな。こっちは無事だ。敵も出たけどな。こっちもだ。どうする？この先で合流しましょう。道はつながっています。わかりました。落ち合いましょう。もういいよ、これで。おっと、敵のターンからか。適当な技じゃ。ま、ヒットポイントそのものは低いな、こいつら。戦いの勘は取り戻したぜ。こいつらで攻撃するのか。なるべく別のやつで倒したかったけど。竜と剣だな、レベル低いのは。これさ、5200当たるかどうか不安なんだけど。あ、全然防御力も低いわ。相変わらず人間狂気のようだな、影丸。鉄拳組がね、超弱いんだよね、多分。こちらの場。そうだ。銀の槍。踏み込む。切り捨てる。この調子で。よし、30レベル。こいつらはもう主力だな。いっぱい出てきた。ここだな、シュトゥルーム。やつはどこだ。わからん。すでに城に入っているのかもしれんな。トンプーにシュトゥルーム一家もいるようだ。やつらの狙いも私たちと同じようだね。ぬ、お前はキャプテンコマンド。ジェノサイドやグランドマスターの残党がこんな場所まで何をしに来たの。誰かを探しているような感じだったが。スターグラディエーターにイレギュラーハンターもか。面倒な連中が。
何が目的か聞くまでもないようじゃ。誰かを探しておるようじゃな。くっ、いえ、誰が先に入り込んでいる。いちいち答えると思うか。我々の行く手を遮るなら倒すのみ。それはこっちのセリフだっての。忙しいところに出てきやがって。悪いけど挟み撃ちにさせてもらうわ。くっ、卑怯な。運がなかったな。死ね。宝箱を取りに行こう。 X、ちょうど取れんな。 OKOK、 いただくよ。思考トライデントスター、なんか強そうで、龍剣でちょっと倒すか。そこをどきなさ。まずは壁破壊。壁持ってなかった。モンスや。これそのまま行くのかな。こいつ22レベル、16レベルなんだな。絶対倒せないよ。すべての援護を投入しよう。倒せるな、これ。さすがにちょっと舐めすぎてて、59。1レベルずつしか上がらないな。まあきっとこれがこいつを倒した時の経験値マックスなんだろうな。ま、適当に。俺は戦う。始めよう。出番のようだな。棒みたいなところ行くとどうなんだ。まあ、バシュロンはバシュロンでどんどん進んでいくしかない。ちょっと行ってみるか。ん？アタック？何これ？対象を選んでください。あ、そう、そういうことか。全然関係ねえや。ブレイク。ほら、ほら。壊すのね。結局さ、あっちにも針山あんじゃん。床は動いてないけど。絶対時間かかるよこれ。俺様、俺が行く。わかりました。とりあえず破壊できるのはどんどん破壊していこう。ほら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 、よーし。ま、適当に頑張ります。よし、俺たちが行く。私ね、行かせてもらう。このままターンが過ぎていく。俺たちだ。いざ。容赦はしない。宝箱を取って見つけたぞ。ポカスカハンマー&なんだなんとかみたいな。行くわね。よしか。わかりました。あらよっと。ほれほれ。進むだけだ。ようやく近づいてきたよ。敵は未だに動かない。とりあえず破壊できるものは破壊する。てか角度が悪いな。ほいほい。あいつすげえ前面に出してるけど大丈夫か。始めるよ。使命を果たします。お待たせ。了解。行くぞ。ほら、お、まだ来ないか。準備 OK？ 私かな。押しよ。見えん、やっぱり。出番のよ。どうしよう、こいつらここら辺でちょっと仲良くしとこう。構わん。頑張ろう。まあ、こいついけるでしょ、どう考えても。私、明日を紡ぐ力を。浄化の炎よ、聖なる風よ、それ、クリスタル
めっちゃ集中攻撃食らいそう。使命を果たす。よし、ここでいい。あ、しまった。これトンプだった。なんか普通の人間の形してたから、はい、まあでも半分くらいか。反撃です。もう反撃をする。できればな、気絶させてきたいの。気絶しないか。普通の人間だからな、気絶してもおかしくないけど。戦車いいや、ちょっとこういう雑魚敵も少し。行くわ。おお、気絶した。了解した。始末する。別のやつで倒そう。行くぞ。いいだろ。こいつ必殺技使ってくるんだっけ。でも95しかないからな。俺だな。分かった。で、さあ行くぞ。2体しか入らないか。私たちですね。行きます。2体か、少ないな。2体はさすがに。そうするとまず回復をさせよう。チョコレート。勝負です。どこが後ろだこいつ。いまいち後ろとか分からない。後ろか。これがブロック待ちか。とりあえずこれで外して、そこだ。どこを見ている。切り捨てる。絆が強さ、絆が持つ力を。これで決着だ。後ろからやってこれだもんな。お、食らった。きれい。ここちょっと見づらいし。しかもこいつで変なロボットを倒そう。でこのおやすさんでさっさとか。いけるか。覚悟しろや。こいつだ。言っときよ。フレン、しっかり頼むぜ。どうやら邪魔や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 。相手が悪かったな。21。あまり生きがらねえ。回復させて。ちょっと待てよ。シュトゥルム一家がいて、こいつらでなんとか対処しないといけないのか。厳しいな。始めるよ。俺だな。どうしようかな。とりあえずこの雑魚敵を倒しとこう。運命。受け取れよ。テンプに攻撃を仕掛けると確実に食らうからな。ま、このターンはこれでいいか。10% 上がるのか、攻撃されると。なるほどね。おお、分身した。目標確認。しかも反撃できねえし。こっちって食らうと増えるのかな。増えねえし。 XP ずるい。敵だけ7万とか。必殺技食らったら確実に死ぬな。じゃあ雑魚敵はほっといて、シュトゥルム一家をなんとかしよう。後ろからぶん殴る。何百発。そこだ。帰る。逃がすのダメだ。勇気と覚悟で行くから。切るぜ。普通に倒したし。やられ役も見せ場ができて本望だろ。まだ
この強行軍では戦力が持たないか。いい加減にしなさい、シュトルムジュニア。このままとどめを刺させてもらうわよ。スターグラディエーターごときがシャシャリ出るな。戦力をもっと整えなければ。ジェノサイドの残党たち、次が勝負の時になりそうね。みんなそう言ってるけどさ、次っていつだよ。ここはちょっと心配だから、俺がブロックありか。我も共に行かん。これで決めてやるわ。いやいや無理だろこれ。倒せる気がしない。1位とかクリティカル出て1位って悲しすぎる。いやこれね、下座立つかのもったいなさすぎるわ。だって気絶してるんだよ相手。2400とかマジねえわ。マジマお兄さん、これはいける？俺の前で迂闊だった。そこも使えば倒せそうだな。いつまで戦わなきゃいけねえんだ。運命や決。トンプが最強に邪魔だな。俺たちだ。これはちょっと真ん中に寄ろう。でこいつはちょっと出すと確実にやられるだけだから。勝負です。あ、そっか、 50% しかない。シュトルムジュニアか。そうするとちょっと弱いから後ろから突っつこう。私3万4000だもんね。打ち崩す。優秀勝負。アタンジンロール。私ができることをします。超えてくる。超えてくる。超えてくる。よし、私だって負けません。後ろからやればやっぱだいぶ強いな。エステリーゼ様、あまり過激なことは。おー、2レベル上がった。グー、やはり戦力を分散させては。シュトルム一家も弱音を吐くのだね。黙れキャプテンコマンド、次が最後だ。総力を上げてお前を倒す。悪党の総力？たかが知れている。いつの時代であってもな。さあ、行くぞ。後ろは狙えるな。倒せそうかな。そうすると今までの傾向からいくと。しかもこいつらだし、援護がないのか。ただ必殺技を使えばいいでしょう。まあ、残るな。やっぱり絆が生む強さを。絆が持つ力を。共に運命を切り開いていこう。あとはトンプーか。グッ、まだ負けぬ。すでに負けているのさ。それがわからないか。その余裕の表情、必ず青ざめさせてやる。キャプテンコマンド、真ん中に宝箱あったけどさ、まだ敵出てくんのかな。そろそろ奴らも限界か。次で大きく仕掛けてくるかもしれないな。そうすると雑魚敵を取っとかないといけないからね。っていうかさ、この真ん中どうやっていくの。また続きそうだな。なんか出てくんな。あ、出てこなかったらしょうがないか。さて、おーっと気絶してしまった。ここまでだ。やばい。弱い者いじめだよ。死んだ。2万7000と。私ね。さあ。どうせあーこれ。いや、そういう剣。うろ、いや、うそうじゃ。そこは真空中たとき、上段速度。私のプラズマ武器はこれよ。まずはコキッと。よいしょっと。おしまい。弱い。満点とはいかなかったわね。こいつで貯めるか。ゲージを。肩をつける。打つ。燃えろ。俺の肩。死を消する。あった。私が手伝ってあげる。まずは肩を。消えちゃいな。もっと楽に勝つ方法はない。
よし、140まで伸びたから44,000。まずこれで破壊する。そう、クリティカルは出た。でも残るね、やっぱり9300か。届く？全然届かない。あいつら死んだままでいいや。どうせまた必殺技使われて死ぬだけだから。ロックマンを回復させて正義を見せよう。バシロンも一応こっちに行くか。メイクが、はい、OK。始末する。今か。攻撃できるときに攻撃をして。神聖なる剣族、そうだ、撃つ、敵を撃つ光。あ、いい感じに減ってんな。ちょっと誰か蘇らせて倒そう。調子に乗りすぎた。そうするとちょっと龍剣届く？届かねえし、めんどくせえ。これはね、そもそもいっぱいあるからね。こっちかな。そして後ろからやればさすがになんとかなるだろう。オーケーオーケー。2000とかすげえな。ストライダーはいないようだが、どこまでも邪魔を。あのお方の復活のために必要な力必ず手に入れる。奴が頼っているのはシグマだ。出てくる可能性はあるな。届く？こいつ。いや届かないからいいや。はい、オーケー。任せろ。どこ行くんだよ。敵の思考パターンが全然読めない。もうこうやってなんとかするしかない。了解した。さあ、ロケット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 、戦いの中で俺は片付いたところで、またこれかよ。今回は仕方あるまい。向こうを見ろ。動く床がないんだ。もう飛ぶしかないのね。下はトゲだし結構むずいのね。着地点はどうなってんの？これこの先は砂地ですから着地は比較的簡単だと思います。やってみますので見ていてください。ヴァルキューレ先生、見て覚えろってかよ。教えてティーチャー。一応調節できるんだね、あのスプーン。このように下は砂地ですから安全です。ではやってみてください。やれやれ簡単に言ってくれるぜ、スパルタ教師だな。やってみてくださいと言われてもね。なら俺が行こう。お、行くんか、キリュウちゃん。一般人代表頑張りや。発射。あそこでさ、垂直に落ちる理由がわからん。どういう法則だよ。キリュウさん？ふう、何かひらめきそうだったんだが、もう少しだったな。空中で何か言ってたな。なんだ？大方、ブログのネタでも思いついたんやろ。ほな、わしも続くとするかの。まずくなったら空中で回転すりゃええんやろ。ああ、空中で軌道を修正できれば安全だ。お前にできんのか。やったことない連中も問題なさそうだな。よし、じゃあ女性陣から先にバンバン行ってみよう。ルキナさん、手をつないで一緒に飛びませんか？いいですね、やってみましょう。普通に飛んでくれ、二人とも。飛び方なんて適当で大丈夫だって。さっさと行こうぜ。いや、下に落ちたら一巻の終わりだ。慢心せず細心の注意を心がけた方がいい。さすがイレギュラーハンター、用心深いわね。
みんな無事に着地できたな。だんだんと面白くなってきました。そいつは頂上だが、もうゴールらしい。この城だな、ワルキューレ。そうです、この城の。お、アリ地獄が出てきた。ちょっと待って、なんか目の前にも緑のやつが出てきたけど。はい、ここはシーザスの巣ですから。先に行ってよ、真ん中に着地したらやばかったじゃん。おお、炎くんが出てきた。炎くんが、早めに踏み込むべきだったか。城から敵が、いや、むしろ好都合だ。建物の中で襲われるより対処しやすい。そうとも言えるね。この後城内に入るんだろ、ワルキューレ。そうですが。あ、そうですね、ですが。ふんふんふん、城内には何もなかったがね。ぬ、何やつ、この声は。ここを嗅ぎつけるとはさすがにいい鼻をしているな。シグマ、トンプーたちが探していたのはお前か。竜宮城にいたあなたがなぜここに。お前たちもいたではないか。そして目的もまた同じであろう。ふんふんふん、やはり狙いは黄金の種か。もう少しで手に入るところをお前たちに邪魔され、あまつさえそれを横取りした者がいたなんてな。魔人カムーズ、シグマ、あなたは彼を追って。ここで見失った。どこに行ったか見当はつくかね。この真上にあるゲートを越えていったというのが正解だとは思うが、俺たちもその意見に賛成だ。それについてるで。何？キリュウの言う通りだ。ここで種を狙うイレギュラーを一人片付けられるんだからな。のぼせ上がるな、ゼロ。お前たちごときに。ん？ゼロ、お前もしや。これ以上貴様と話すことなどはない、シグマ。今俺が。ゼロ、やはりどこかおかしいんじゃないのか。モリガンの城の前でも具合が悪そうだったが。やはりそうか、ゼロよ。お前はアイダに感染しているな。何？アイダだと？過去のサイバースペースザ・ワールドのコンピューターウイルスか。なぜそんなことがわかる、シグマ。忘れたのかね、私の復活にはアイダの力も関係したということを。感じるのだよ、ゼロから。私と同じ匂いよな。くっ、どこで感染したんや、ゼロは。魔界に入った時だろう。一瞬だけ間反応があった。あの時か。そうなると今も魔界には間が。調査に残った博士たちの合流が遅すぎる。何かあった可能性は高いな。そんな、ゼロさんはどうなってしまうんです。ぐ、俺は大丈夫だ、まだ戦える。だが博士や長谷尾がいない今、ジタバタしても始まらん。みんなの合流まで持つか、ゼロ。持たせる、心配は無用だ。無理をするな、ゼロよ。委ねてしまえばいいではないか。体内のウイルスがもう一つ増えたところで、お前にとっては大したことではあるまい。もう一つ？何を言っている、シグマ。間などに俺は負けん。おお、こいつらも来んのか。ちょっとめんどくせえな。こいつは確かトライエッジ、カイトの偽物ね。この忙しい時に。こっちにはカイトもハセオもいないぜ。とっとと帰りな。ちょい待ち、こやつらどうして実体化しておるんじゃ。実体化？あれ、そういえば遊びの心が極限まで高まった結果か。デジタルデータに心はない。カイトやハセオの心は操作している人間のものだ。魔界にアイダの反応があったことと無関係ではなさそうだな。アイダ、あのウイルスに関わりがあるものか。目的は私か、それともそこにいるゼロか。ぐ、何？アイダに感染したゼロ？トライエッジもアイダの仲間なんだよな。詳しくは分からんが無関係ではないはずだ。だがなぜゼロを狙う。ハセヨメ、肝心な時にいないとは。ゼロ、戦えるか。持たせると言ったぞ、X。トライエッジは俺が狙いのようだ。そう簡単にやられるわけにはいかん。目障りなゼロを消してくれるというなら文句はない。ならば私は X たちを始末するとしよう。この後追ってこられても面倒なのでな。お前の思い通りにはさせない、シグマ。私は全て思い通りにしてきた。今までもこれからもな。そうか。何回もコテンパンにやられてると思うんだけど。
まずこいつか。あいつ動かないんだな。敵結構いっぱいいるな、これ。まず、前線に出すやつを決めないと、迎え撃つチーム。相手になる。ちょっと一回ぶん殴っとこう、ここで。しかも、後ろだし、これ。いいね。7万2000か。ちょっと多いけど、でも、まずこいつらで、なんとかすれば大丈夫だろう。撃っとこう、もう1万4000か。そこそこのキャラだったら多分倒せんな。そこそこのキャラとはファイヤー、あ、間違えた。ファイヤーエンブレムで攻撃しようと思ったら、こっち倒そう、いけんな。これはさすがにいけるだろう。援護出そう。なんか無理っぽい。オーケーオーケー。あなたには空腹が足りないわ。もっと俺を熱く。こいつ自体は特に何にもなく死んでったな。行くで。任せとけって。俺が行く。敵がいっぱいいるな。当たり。切り刻む。これで決める。硬いね、こいつ。チャージショット。当たり。チャージショット。さっきの顔とは違うんだ。色が違うな。青くなってる。援護入れるとだいぶ違いますね、ダメージが。この戦闘データ、おお、ちょっとね、敵いすぎでしょこれ。ここに来て、これで減らせられるやつだけ減らしとこう。終わりだ。オーバーヘッド。ほら踊れ。まあいいさ。いい感じに減ってくれたな。さあ。あの剣、あ、皆さん、いただきます。総龍拳。じゃ、じゃ、これだ。真の格闘。ちょっと横から殴れば。マジマン。ガリガリ削るで。うん、罠がね、使いやすいな。喧嘩すると腹がすくの。ドス大回転。始めるよ。届かないか。ないね。勝負です。ミッション開始。俺ライトニングウェイ、チャージショット、スピンファスト、ライジングファイヤー。悪を滅ぼす、それが使命だ。見よこのチラリ。少し高かったかな。だいぶ浮かんだから、もう少しタイミングを遅くして攻撃をすれば、ま、倒せたからいいんだけど。ミッションコンプリート。戦闘終了。策的に移る。そのと、ロックマンチームもだいぶ強くなってきたな。私で大丈夫です、燃えてください。回ります。ピコハンホーリーダンス。これもみんなのためです。いきます。セクシー台風。
敵を撃つ光、魔人剣すごい先行、そうなれすごい先行当てる。ユーリ、今の戦い言いたいことがある。私ね、こいつらはもうこのまま進んでいこう。お、来るね、あいつも。みんな見てて、行きます。切るぜ、発電所切る。早く早く撃つの、気持ちを強く折らせる。終わりよ、これが私の最終兵器。はい、パカーン。切るぜ、そこだ。あまりよくないね。切るぜ、スケベケロ。狙い撃ちだ。でトライエッジを狙えば大丈夫でしょう。後ろ取れるかな。後方支援は慣れてるの。これで本当に料理してあげる。こんにゃろー、切るぜ、スケベケロ。いかんいかん、敵が。でベロリンマン、ベロリンマンは後ろからこいつで攻撃しよう。勝負を。痛そうだなあ、ベロ。ちょっとどいてもらえる？くるっと。これもプラズマパワーだから。真の格闘、その答えを知る。よしよしよし、いい感じに上がってきた。なんか。いいのないかな。ブロックダメージプラス 40%、 一応かけとくか。あ、人にかけられんだね。まあ自分にかけるけど。行くわね、どこか。まあしょうがない。いけ、ブロックダメージ。やはりな、パワーあるな。だいぶ減らしたけど。死ぬ、確実に死ぬ。5万3000とか。どんだけカウンター食らってんだよ。あ、やばい、またバグ技をついうっかりやってしまった。死んだ後もできんのかよ。そうするとこいつちょっと一回殴ろう。撃ち、はい、アウト。先端持っていけ。撃ち、あたしに任しときなって。ルーの火災、アウト。アウト、指揮用弾、ルーの火災、一生への奇跡回収。うわぁ、カウンター食らった。カイトやハセオたちには悪いが、ここで勝負をつけさせてもらう。主がアイダのキャリアなら放っておくわけにはいかんぞ。ん？え、なんだ？くわ！おい、ゼロ！なんだったんだ？ゼロくん、大丈夫か？ああ、ん？まだどこか痛むんです？いや、あの感覚が消えた。さっきまでの異常を感じない。アイダが除去された。どうしてだ。わからん、トライエッジを倒したせいかもしれんが、やつがゼロからアイダを引き抜いていったのか。だがどうしてそんなことをする必要がある。わかりませんね。後でハセオさんたちに相談しましょうか。大丈夫なんだな、ゼロ。ああ、問題ない。心配をかけたな、 X。 トライエッジにアイダ、俺は助かったが関係がつかめんな。瀕死のやつが一人いる。これだな。で、このベロインマン横から、いや後ろから行くか。痛そう、本当に痛そう。これめっちゃベロに刺さってんじゃん。ここだ。真面目にやれよ。やるの、僕を見ている。やっちゃいましょう。猛毒だ。お父様、体は大丈夫ですか？お怪我は。
これ城どうやって行くの？なんかここに行けば勝手に上に行くのかな、はい、あ、登ってくんだ登ってく方向ね。ちょっとじゃあ一回みんな集まろう。行くわよ。よっしゃ。よしか。敵は動かない。下に宝箱ないよね。あとあの真ん中の宝箱か。ちょっとバシオンで一掃したいからな。勝負です。でちょっと主人公も同じ歩みでいくか。お待たせ。で一回チョコレート食うか。 OK。集まってきよった。切り返す。6900余裕だな。スラーケスラーケスラーケ伊藤一樹。ほれほれ、わしをめでよ、そしてときめけ。メットールが硬いからな。ちょっとメットール必殺で巻き込みたいけど。こっち何体入るの ?4体。1、ちょ、いっぱいいるの。マジいっぱいいるのはもういいや、わかんねえから。ゴールド、ハリウッド、勝負、いや、ゴーエブ、わしじゃない。わしを考えろよ。見込みか。白衣の天使、やっぱこっちじゃろ。湯上がり卵花。戦国王殺法、奥義。主人様、お仕置きの時。よし、でもまだいるな。ちょっと XP 回復させよう。私、ね、ここで一掃する。ハットトリックだ。まとめて決めるぜ。運命って。 OK。 数だけはだいぶ片付いたな。確かな。当たらん。ムープラス1。追いつけまい。ミッション当たる。発射セーブ。チャージショット。もらった。バスター。切り刻む。これで決める。ジェネティがいてくれたらも。私です。もう格闘家組なんか上げなくてもいい気がするな。上に一応キリを上げとくか。もういいや。下で指をくわえて見てるんだな。とりあえず宝箱は取れるんで。行くぞ。貴重なものか。貴重の胸像なんだそりゃ。ポイント貯めないとな。 XP やばくない。あ、結構ガードあんな。先端持っていけ。ウメチ行かせ。勝利プロレスラブ。やっほー。白い勝利プロレスラブ。69% か。でも結果は頂上の。まずは雑魚敵を排除だな。そうするとゼロ。これで捉える。スピンホイール。燃えろ。了解。ミッション開始だ。当たり前。戦車にセットセイバー。チャージショット。燃え尽きろ。サイバーキャノン。これで決める。この私を侮るな悪党。キャプテンコレド。正義は勝つ。素晴らしい動きだったぞゼロ君。さ、行くぜバーション後ろから。私、ね、ガードありか。そこだ。燃えちまえ。結構勝てえ。しかもみんな見てて。行きます。だからピヨったな。こっちもお化粧直す。よし、シグマはほっとこう。
できれば攻撃できる。 OK OK。 おーメットルマジかてー新しく覚えたかなこれ、ドス大回転。なんかスーパーサイヤ人化してんだけど。いつまで戦わなきゃいけねえんだ。400でも26か、もういいや。ガードのないメットールなどただの雑魚だ。このメットールちょっとでかくね。素晴らしい動き。あとはこのシグマを、あれこっちか。始めるよ。気絶してるから、ほい。しょうがない。手を貸してあげる。コキ使ってんじゃねえよ。ほい。ちゃいな。その逆を。その人はこれで決めるよ。裏はばき。この場で仕掛けない。一生への奇跡。硬いなやシグマ。シャドウザーン5087。最悪。使ってくるか。まだまだ終わりはせん。いいなバシュロン、すげえカウンター強い。1こいつで倒そう。なんかいいのあるかな。ない。結局家あげなくて。壁さえ壊せばもう倒せるわけでしょ。チェーンソーやシグマは真っ二つになった。よし、2レベル上がった。193とか。ぐっ、半数ほど。でもこの力か。やはりお前たちは放ってはおけんな。もっと力と強い組織が必要だ。そうでなければお前たちを始末できん。ふん、その程度はわかるらしいな。それにこの世界も気に入った。初めて感知するエネルギーにあふれている。このマーベルランドにそんな力が。私たちにとっては結構珍しいわよ。いわゆる魔力や揚力といった超常的な力はね。そう、今の私に足りないものだ。はっはっは。ならば黄金の種にはもっと固執しそうなものだが。どこに行く気だ。何か思いつきやがったのか。相変わらず得体が知れんな。やっと追い払ったか。あとはどうやって上空の門に入るかだな。ワルキューレさん、何か方法はあるんですか。ですね、ちょい待ち、浦島たちが追いついてきよったぞ。お前ら置いてこうとしてたのか。はい、お待たせ、遅くなってしまったのね。いろいろあってこっちも大変だったっつうのよ。まあ無事なのは良かったけど。上にあるのはクロムさんたちがやってきた召喚の扉、時空の門ですね。マジンカムズはどうしたの？もう倒しちゃったかしら。いや、ここにはもういなかった。どうやら時空の門に飛び込んだらしいな。なかなか追いつけないな。ともかく互いの状況を話すべきじゃろう。さっさとこっちに来んか。わかった。ここからだと回り込むしかないのか。スプーンに乗ると吹っ飛ぶからうまく着地するんやで。え、何？またそういう仕掛け？まあマーベルランドだからな。トライエッジがここに？ゼロは大丈夫なのかよ。ああ、奴と接触したのが原因かわからんが、今は何ともない。ゼロから間反応は感知されません。感染はしていないと思われます。魔界の間騒ぎ、そしてこっちに現れたトライエッジ、どういうことなんだろう。カムーズが黄金の種を持って走り回ってることと関係あるのかもな。はい、今すべきことは種を奪還することです。こうしている間にも距離を離されてしまいます。追いかけましょう。でもあんな上空にある時空の門へはどうやって入ればいいのかな。勇気1号があればひとっ飛びなんだけど、あれくらい。その辺にあるぶっ飛びスプーンを使うのはどうじゃ。あのスプーンだと外れた場所は泣けるぜ。機械式じゃないから動作にムラもある。木のスプーンではなくロボのピッチャーであったならストレートカーブも自由自在なんだが、カーブかけられても怖いですよ。普通にまっすぐ飛び込めばいいんですけど。まっすぐ。それならば方法があります。皆さんついてきてください。スライダー、ウォータースライダーみたいな。すごい高いところに連れてこられました。
これから何が起ころうとしているのでしょうか。で、これ何？滑り台？はい、これを使えばあの時空の門に飛び込むことができるはずです。もうなんか遊園地のマーベルランドもこっちのマーベルランドも変わんないね。まあそうだね。では私から行きます。見ていてくださいね。え、もう行くんですか？見ていても何も、滑るだけだろ。で、歩いてるし。え、ジャンプすんの？滑ってそのまんま入れるってわけじゃないんだ。これ超きつい。一般人超きついだろ。さすがにホームグラウンドだけあってちょっと生き生きしてるわね。よし、どんどん行こうよ。ちょっと怖いけど。じゃあ手本を見せてやるとするか。行こうぜバジル。はしゃぐなダンテ、さっさと行け。タタタタタタジャーンプ。ジャンプ力すごくねえか。何メートル飛んでんだよ。おお、スタイリッシュお手本出たね。なるほど、タイミングは分かった。続けていった方がいいだろう。そうね、もう少し風に当たっていたかったけど、しょうがない。もう行くしかない。絶対なるほど先生無理でしょう。いやいや、無理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 。だってなるほど先生の身長多分170センチだとして、何メートルあんの？人間何体分だよこれ。10体分くらいあるっしょ。これ何人見させられんだよ。あ、ここまでか。はい、というところで、では第34話、これで終了したいと思います。